皆さんこんにちは、ケイズです。今回はガレージ白熊主催のアタックシリーズハイスピードスラロームのスクルマサーキットで行われましたタイムトライアルシリーズにやってまいりました。このトライアルね、各クラスに分かれましてタイムトライアル、前半は雨だったんですが、後半は快晴に恵まれ楽しく終わりました。たくさんの車のレポートいたします。皆様お楽しみに。クラス優勝の萩原のぞみです。萩原選手でした。ビギナークラス優勝おめでとうございます。コンパクトカークラス優勝のヒルタです。車は LD ロードスターになります。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。VAB、岩渕久美乃です。おめでとうございます。ありがとうございます。今日レギュラー1クラス優勝しました千野根拓郎です。ランサーで走りました。おめでとうございます、
皆さんこんにちは、ケイズです。今回はガレージ白熊が主催するアタックシリーズ、このようにねオーガナイザーの知念秀樹社長からも詳しく注意点や説明があってスタートしました。でね、皆さんね、やっぱり女の子でもこのようにちゃんとね、ゲアゲージで使って測定を始めて、それからね、皆さんね、楽しくレースが始まりました。はい、VTEC シビックラブ、はい、ななちゃんです。今日頑張ります。ちゃんです、頑張ります。頑張ってください。
Every day we escape, losing all of our faith. We can't live this way. Feel me slowly fade away. はい、皆さんこんにちは、ケイズです。今日はね、アタックシリーズラウンド3車サーキットのね、タイムトライアルに来てきました。そこでね、このかっこいい赤いセリカと美しいドライバーさんを見つけちゃいましたので、インタビューさせていただきたいと思います。はい、こんにちは。このね、車も引かれたんですが、その美しさにね、ちょっと寄ってしまったんですが、ニックネームとこの車の紹介をお願いします。はい、名前は姫香さん。うわー、顔も美しいけど名前も可愛いですね。はい、それね、今日ねヘルメット持参で今日も乗られるみたいなんですが、まあね、この車の紹介をお願いします。はい、この車は、はい、トヨタのセリカ、トヨタのセリカ、はい、はい、はい。で、このね、かなりボンネットもこういう風にね、ラジエータースクープからこういう風にいろいろスクープがね3箇所ぐらいあるんですが、かなり入れ込んでますよね。はい、これね、今あの姫香さんはだいたいどこで乗ってるんですか？だいたい、篠井サーキットか、はい、軍隊。あ、軍隊も乗ってる。今日はね、意気込みをちょっとお願いします。今日は、雨なので、はい、はい、気をつけて運転したいと。そうですね、乗り上げて、これそんなに車高を下ろしてないんで、ここゼブラ高いんですけど、多分このぐらいでしたらね、晴らすることないと思います。はい、そしてね、このかっこいいセリカのね、アピールポイントをお願いします。はい、最近ついに3週間ぐらい前に、はい、14点のロールケージ14点のロールケージ入れちゃいましたみたいですよ。はい、ちょっとね、みんなが見せていただきましょう。白根さん、白根さん、マイク。うわ、すごいの入ってますね。さすが14点、うわ、がっちり入ってますよ。斜めスラブもね、スラブとね、クロス面はしっかり入ってね、あ、中空っぽですね、軽力ですね、思い切りいいですね。はい、今日はどうもありがとうございました。ニックネームと一言どうぞ。はい、ジョンボです。途中で寝ないように頑張ります。はい、頑張ってください。はい、
紀州の関東人といいます。愛車は E46M3 です。一言だ、一人会社を頑張ります。あっと、ちょっとニックネームとか考えてないんですけど、助手席でなんか安全に頑張ります。はい、ケイズです。今日はねアタックシリーズのサーキットシリーズ、はい、今日は車サーキットに来ております。そしてね、あのこういうね、あの競技にはとっても有名なアクションさんのブースに来ております。はい、こんにちは。こんにちは。はい、お名前と今日のね、あのこの車の仕様と、あとはアクションさんのチームで来られていますので、はい、アクションさんのご紹介をお願いします。はい、名前は清水です。清水さん、はい、はい、この車はですね、はい、もうノーマルです。もう何もエンジンも足回りも何もいじってません。そういう方でもね来て OK なんですよね、はい、ねえ社長、どうぞ。はい、OK ですそうそう、まずはそこからですよね、はい、でそこからと言いながらも実はね僕びっくりしたんですよ。はい、皆さん見てください、この札幌ナンバー。え、もしかして今日は札幌から来られたんですかと言いたいところなんですけど、はい、2年前に、はい、札幌からこちらに引っ越して、はい、引っ越してで何か縁がか、まあ、アクションさんのところに来ちゃったと。そうですね、知人の、はい、こう巡り合いで、はい、で私もねレース会場でよくアクションさんっていうでっかい文字をよく見るんですが、アクションさんってどういうお店なんでしょうか。とアクションさんはですね、はい、
八王子にあるショップなんですけど、もしかしたら僕の近所ですね。あ、そうですか。はいはいはい、まあ、社長は、ダートラーをやられてる方で、そうですね、ダートラーのね、この前のね、関東ダートラーのところでいっぱいアクションさんが走ってたんですよね。もうすごい速かったんですけど、はい、そうですね、はい、ただまあダートラーだけじゃなくて、はい、まあ、僕のようにジムカーナーですとか、はいはいはい、あとラリーですとか、はいはい、まあ、何でも車のことなら相談乗ってくれると思うんで、そうですよね、はいはい、ご自身はジムカーナーが今メインで、そうですね、今のところジムカーナーメインなんで、はい、今日はつくるまサーキット初めてですか。初めてです、はい、どう思われました。結構気持ちいいですね。広くて、そうですね、見晴らしよくて、はい、セーフティーエリアも多いから、そうですね、安全で、もしね、コースアウトしても安全な感じしまして攻め切れますよね。そうですね、はい、はい、攻め切りたいと思います。はい、じゃあ今日ね、本当にノーマルでも皆さんね、競技で出れるっていうね、いい見本、はい、札幌から来ました。はい、もう一度お名前お願いします。はい、札幌から来ました、清水です。清水選手です。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、大拍手です、はい、社長の、はい、お顔も大アップアクションのテントも映しちゃいます。アクションさんでした。
はい、入ってくる。今回はめちゃめちゃ怖いけど楽しんでます。宮崎です。はい、ワイズダーです。おはようございます。今日も無事帰れるように頑張ります。はい、どうも大阪から来ました。頑張ります。はい、ありがとうございます。はい、大阪からはるばるありがとうございます。はい、頑張ってください。頑張ります。頑張ってください。今日滑りますからね。滑ってますね。お願いします。はい。はい、皆さんこんにちは、ケイズです。今日もね、ガレージ白熊主催の、アタックシリーズ、それねハイスピードサーキットで行われますこのつくるまサーキットの取材に参りました。その中で今日はね、結構ね JAF の、ジムカーナ、競技にも出られてる方、いらっしゃいましたのでインタビューさせていただきます。はい、こんにちは。どうもこんにちは。はい、お名前と今出られてる競技のクラスとこの車の仕様の説明をお願いします。池澤秀幸です。池澤選手。はい、はい、
これね、あの今日もね、あのスピンターンすごく綺麗に決まってましたが、はい、今どういうクラスに出られてるんでしょうか、メインの競技は。そうですね、 JMRC の栃木茨城シリーズとか、はい、まあ、そのあたりですね、はい、県戦に出てます。はい、わかりました。クラスは何になるんですか？ JN、PN1 っていう、いわゆる改造範囲の一番狭いクラスになります。はい、でちなみにね、一番狭いということはエンジンほとんど手が入れないんですが、この車の中ではどういうところに手が入ってるんでしょうか？まず足回りですね、はい、スーパーオリンズってアジュールさんの足が入ってます、はい、はいはいはい、でそれから LSD が、はい、クスコのタイプ、はい、ワンウェイの RS が入ってますね、はい、で、はい、今日ね皆さん、ね、このね、まあエンジンね、ボンネットを少しね、半開きにしてやるのが、これね、ちょっとつっかい方がね、こう、憎いこのスプリングのね、多分これ予備のスプリングですかね。そうですね。これをやってね、はい、ちょっとやっぱりサーキットらしい、ちょっとおつな演出でしたね。はい、じゃあ今日の意気込みをお願いします。今日も頑張ります。よろしくお願いします。はい、ちなみにオーリンズさんのセッティングって今教えてもらってもいいですか？バネですかね。はい、バネとか。そうですね、フロント14のリア6キロです。はい、わかりました。フロントやや固めですね。固めです。はい、今回ね、この作るまサーキット、カーブが、ショートカーブがつないだ形で、結構ノーズダイブするとタイムロスになっちゃうんですよね。はい、今日も頑張ってください。はい、よろしくお願いします。後ほどこの動画の前後にね、360度のスピンターンもね、綺麗に入れさせてますから、皆さんね、拍手してあげてください。はい、今日は頑張ってください。お願いします。はい、今日よろしくお願いします。こちらです。はい、頑張ってください。さすが拓郎先生、早いですね。完璧にやられました。次はもうちょっと頑張って。今日、雨降ってますけど、2本目雨降ってなかったら多分僕は小山さんに負けてると思いますので、まあ、あと車新しくして表彰台に乗れたの初めてになります。大丈夫かな、大丈夫かな、あと後ろの方大丈夫かな。記者の皆さんお疲れ様でした。まあ1本目が晴れててめちゃくちゃ良かったんですけど、で2本目ちょっと雨降ればいいなってずっと祈ってたのに、レギュラークラスら辺で雨が降ってきちゃった。はい、ここからはケイズのまったりトークのコーナーです。このコーナーはね、ケイズの浅はかな知識経験と主観で話しております。信じる信じないは皆様にお任せします。はい、そしてね、今回はね、ガレージ白熊さんが主催の、まあ、アタックシリーズで、そのね、前回は軍祭のね、陶芸をクローズとして、タイムトライアルだったんですが、今回はね、サーキットトライアルになりました。でそしてね、つくるまサーキット、これすごくいいサーキットになったんですよね。でね、まあ今回はね、そのレギュラーワンクラス、まあその最高峰クラスの中で、若いね、知野根拓郎くんが今回優勝しました。で、まあ2位にはね、小山選手、小山健一選手が優勝したんですけども、この小山選手って、その、2018年、JAF のね、全日本トライアルの SA1 チャンピオンなんですね。そのチャンピオンを抑えて、今回拓郎くんが、優勝したっていうことになります。そしてね、拓郎選手ご本人もね、とても喜んでたんですが、その、小山健一選手もね、その表彰台の中で、ここで優勝する、この、そのつくるまサーキットってすごくね、トリッキーで、ショート、短いエースをつないで、とってもテクニックが、要求されるサーキットなんですね。で、コンマ2秒、コンマ1秒遅れると、もうたくさんのエースをつないだ中でね、コンマ1秒ずつ遅れていきますから、とってもね、
テクニックが要求される、まあ、そこで、ね、勝つことは、まあ、全日本で勝つことよりここで勝つ方が、ね、難しいんじゃないかっていう表彰台の上で、ね、小山さんおっしゃってましたが、まあ、その中で、ね、チネロネ拓郎君が勝って、ね、まあ、ご本人もとっても喜んでおりました。で妹さんの、ね、可愛い奈々ちゃんも、ね、どん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 レースに出るごとに順位がステップアップして今回ね表彰状に立ってました。さすがすごいね、奈々ちゃん可愛いしね、今回もね頑張っていただきました。はい。でこのようにで北海道からね来られた選手もね、皆さん見らインタビュー聞かれたように全くのドローンのエンジンサスペンションは何もいじってないけどね、まずは参加してみるね。でこういうねフランクな競技会で走行会、まあ走行会、まあ競技会って言ってもね、そういう意味ではね走行会と思ってもねいいぐらいのねフランクで、その代わりきっちりねチノネ車掌からは最初のね注意書きとかフラッグの注意とかそういうのありますし、まあタイムトライアルはね並走とかないのでやっぱり事故の可能性も減ります。特にねサーキットトライアルっていうのはセーフティーエリアも広いし、まあ事故の可能性もねとっても少ないんでね、安心してアクセルが踏み込めるということになります。一つ前のね峠のアタックはやっぱりね崖から落っこちたりそういうのも可能性がありますのでね、まあとってもねこわごわっていうところはあるんですけども、まあね落っこちた時にね故障破損のリスク高いんでね、ちょっとこういったサーキットトライアルっていうのはねまずはねやってみるね。で今回ねアクションさんのねところからねまあ初めてまあ引っ越したばかりのね新しい方々も入ってますのでね、皆さんねお気楽にアタックシリーズって検索してれば出てきますので、まずはね取り次ぎのお近くのショップさんに聞いてみてください。はい。でここまでのねケイズの長い動画ご視聴ありがとうございました。で参加のたくさんの皆さんの動画を入れまして、まあ長い動画になったんですが、最後までご視聴いただきありがとうございました。はい。ここまでのケイズのね動画がねちょっとでもいいなと思う方、高評価とチャンネル登録をしていただけると次のねケイズのねコンテンツを作るパワーの源となります。そしてねいいねを押していただけると、いいねが増えればねまたこういうね広めたいっていう方に皆さんの方にね YouTube がねおすすめに入れてくれやすいのでね、ぜひねいいねも押していただけると嬉しいです。はい。この度は皆さんお疲れ様でした。